トーマス・カーティスはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1896年アテネオリンピックの110メートルハードルの優勝者である。カーティスはマサチューセッツ工科大学で電子工学を専攻していた1896年にボストン陸上競技協会のメンバーとしてアテネオリンピックに参加することとなった。初日、カーティスは100メートルの予選。 第二組に出場し、12.2秒のタイムで、決勝に進出を決める。しかし決勝では、同日に行われる、予定の彼の専門種目である110メートルハードル出場に、備えて危険110メートルハードルは予選を勝ち上がった二人の、選手によって行われる予定だったが、フランスのフランツ・リフェルが、 同僚が出場するマラソンのアシストのために危険。アメリカのウェルスホイトが棒高飛びの出場準備のため危険した。このため、イギリスのグラントリーゴールディングとの一騎打ちとなる。レースは、スタート直後からカーティスがわずかにリードするが、最初のハードルでゴールディングが並び、最後のハードルを超えるときはゴールディングがリードしていた。しかし、 体を投げ出したカーティスがわずか5センチメートル先着で優勝17.6秒で金メダルを獲得した。1944年5月23日74歳で死去。ありがとうございます。